MRI による可逆性高糖用白質脳症患者の頭部写真。白色部が症状を呈している V プレゼンツは頭痛を伴う症候群の一つ RPLS もほぼ同義で用いられる。急激な血圧上昇による血管透過性更新や血管内皮細胞障害によって起こると考えられている。血管炎生不臭であるため ADC は上昇する。 高血圧、各種免疫病、薬剤性が知られており、血圧、痙攣コントロール、原因薬剤の中止が治療とされている。類縁疾患としては、可逆性脳血管連縮症候群が知られている。RCVS は、激しい頭痛を主張とし、脳血管に可逆性の分節上連縮を認める疾患である。20歳から50歳までの若年者に多く、 女性は男性の3倍の発生頻度である。産軸期に多く、頭痛を主訴とし、種種の薬剤によって誘発できることからコール、フレミング症候群、ポストパータムセレブラルアンジオパシー、薬剤性血管連縮などとも言われている。一過性、持続性の神経症状も認められ、死愛上、高温障害、麻痺、失語、痺れなどを認めることがある。血管連縮や、 RPLS に類する血管減性不腫によると考えられている。連縮の程度によって脳梗塞再管理障害による出血性梗塞が起こることもある。20から25%の症例でそう伴うこということが報告されている。薬剤性の場合は薬剤の投与中止で改善しうる。ありがとうございます。